はい、よし行こう、はい、どうやって行くんだろう、あげました、お願いします、はい、原宿歩きます、もう歩かないんですよ全然、この辺言ってもでもちょっと外れやもんね、そうですね、なんかもう今日はめっちゃアクティブに動くから、もうカバンすらあんま、ね、持ちたくないなと思って、だってめっちゃラフマジで普段の私ですだってバーベキューするのにおしゃれしますするのかな、バーベキュー、いや俺おしゃれしてきたよ、俺え、嘘、私もうそれよりもなんか楽しめる方が楽できる方が、そう確かにね、匂い気にしたりとかね、そうおしゃれな人に聞くじゃないですか、確かに、あ、これだ、すごい、見えた、来ました、到着、長かった、では、行きましょう、はい、行きます、はい、まっすぐ進んでいただきます、はい、はい、こちらです、やばい、かわいい、ちょっとそのままお入りください、こちら低いのでお気を付けください、かわいい、めちゃくちゃかわいい、足を伸ばしていただくと、はい、豚さん蒸れる習性があるので、はい、ちょっと場に慣れてくるとお膝の上にお邪魔します、へー、すごい、本当だ、みんな近くに寄ってきてる、かわいい、かわいい、ちょっと続けた、続けた、隙間が好きなので、まさにこの溝のところに徐々にフィットしにくるような感じになると思います。この子たち、あの昼なんですに、ちなんだお名前がついてまして、若様と言います、若様、はい、牛柄の若様です、若様で、黒い子が牛ちゃんと言います、で今ここでちょっとハムハムいたずらしている子がトトちゃん、はい、かわいい、覚えました、覚えた、若様、あ、すごい、トトちゃん、はい、あれ豚さんだけど、豚さんだけどあ、牛ちゃん、そうですかわいい、大正解です、若様、ちょっとカメラ、めっちゃ人気者風、あ、すごい、豚さん兄弟で群れる習性があるので、一匹がいると、あ、もうここって安心できる場所なんだっていう認識になって、まさにこうどんどん人の方に広げてます、すごいあったかいそうなんです、豚さんの体温って何度ぐらいだと思います、実際体感結構私36度80度でしょ、50度ぐらいありそう50度はちょっとあり40度ぐらい、平均が38度が平熱になってまして、40度になると豚さんも熱、あ、熱かわいい、すごい人気も、あ、すごい、この子がなんか私の足を吸ってるんですよね、ちょっとあのちょっとお姉さんその子めっちゃ
韓国座り、あの体勢もしんどかったら全然足伸ばしていただいても全然、はい、大丈夫です。いずれにプルプルしてきました。で、豚さんどこ撫でていただいても大丈夫なんですけど、自分でかけないようなこういう足のところであったりとかをこうカキカキすると補填する子もなんか耐えてます。どう補填するんだ。すごい耐える。耐えちゃう。すごい耐えてる。耐えてるの？どういう状況？すごい三兄弟の親みたいな。親みたい。じゃあ右側。これが。あ、そっかそっか。ありがとうございます。ありがとうございます。豚さんスイーツ。はい。ブーって書いてある。いただきます。ただ、ください。すごいな。すごいですね。すごい。ちょっとこれは、非日常だわ。可愛い。匂いは全然。ポケットって匂いあるじゃないですか。本当に全くないですね。おいしい。どんな優雅なティータイム。マイクロブタちゃんを飼ってる方とかもいらっしゃいますよね。そうなんです。今ここでお引き渡し450匹以上飼養してまして。そういうこともやってるんですか。そうなんです。ここマイクロブタカフェではあるんですけど、はいはいはい、どちらかというと役割はブタさんの保育園っていう役割の方が強くて、そうなんですね、こうやって人になれるであったりとか、うん、あとトイレを越えたりとかしながら、ここで豚さんの協調性を身につけながら、ペットとしてお引き渡しをさせていただいてます。ここも兄弟なんです。え、あ、なんか雰囲気みんなそっくりですもんね。ほんとみんなの関係もみんなそっくり。でも私わかります。わかる。兄弟っていうのはわかる。兄弟がめっちゃ大きい声ますよ。めっちゃ大きい声いる。こまちゃんです。こまちゃんが大人の豚さんで大きい。こまちゃん、お水。ほらほら。え、この子でどんぐらいあるんですか。この子が今2歳半のレディです。へえ。やっぱゆうちゃんに比べたら大人になってますね。怒らないです。もうちょっと怒ってたりすると、ここが本当だ。ほらほら、なんでなんで。迫力ありますやっぱ。ごま。ごまちゃん。ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。楽しかったですね。すごかったね。めっちゃ癒される。ちなみに何かもらいました。本いただいたんですよ。ハッシュタグ大好きマイクロブタさんっていう本いただきました。嬉しい。さあ、駐車場に戻します。駐車場、駐車場。やば、もう方向音痴が。バーベキューのお買い物に来ました。指挟まれそう。パン粉キロでしか売ってないのかな。あ、そっかそっか。でっか。